こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、岡山県、倉敷市、地区の名前で言うと玉島になるんですかね。こちらにね、商店街がいくつかあっていい雰囲気っていうことなんで来てみました。2022年3月6日日曜日ですね。時間はですね、午前11時半ではね、街をねぐるっと歩いていきたいと思います。これ目の前にあるのは清新町でいいんですかね、清新町か清新町の商店街になるんですけども、ここからねちょっと歩いていこうと思います。玉島中央町3丁目そういう町名なんですかね。入って左側にね、中華料理屋さんがあって、結構人が入ってるんですよね。とかもともとバーみたいな感じの作りですかね、スナックね。公式演劇鑑賞会、結構人がひっきりなしに入っていってる感じなんですけど、倉敷というとね、美観地区が有名ですけども、この辺りも今ねちょっと歩いてきたんですけども、観光客らしき人が結構歩いてて、観光地としても人気がある場所なんでしょうかね。まあ全国区とかではないのかもしれないですけど、この辺りでは観光地として有名なのかもしれないです。おひな尽くし、桃の里、倉敷ひな巡り、そういうのがあるんですね。でこれが今ねこの清新町というんですかね、ここの現在地にいて、で銀座商店街があったり、港町商店街があったり、あと通り町でいいんですかね、あと栄町商店街とかね。でこの商店街がいくつか集まってるみたいなんで、それをちょっとぐるっと回って歩いていこうと思うんですけど、今有線放送が流れてるので、この辺り全部音声カットされるかもしれないですね。テントの部分が崩れかけてたりとかするお店がありますけど、あ、靴屋さんですね。ゆっくり楽しいパソコンクラブ、動物を飼ってるっぽいですね。
鹿児島中央町。で、この辺が銀座商店街。右に曲がったこの辺りが銀座商店街っていう商店街みたいですね。和菓子屋さんですかね。お店やってるみたいですね。おしゃれの店。インテリア。左に行くといいんですかね。ここはなんか川の水量調整する止め川でいいんですかね、排水機場。川沿いの建物を潰してなんか作る感じなんですかね。でこっちにもね商店街があるんですけど、通り町っていうアーケード商店街があるんでそっち行ってみようと思います。これでちょっと今見えてるんですけど、右手側にあるんですよね。河合継之助、継之助でしたっけ、東流の船宿、小島屋、越後長岡藩家老。山田報国って言うんでしたっけ、備中松山藩の。そこで、なんか勉強したっていうのを、司馬遼太郎の峠でしたっけ、
その小説で読んだのがなんかうっすら記憶にありますね。物流の中心だった時代はかなりこの辺も栄えたっていうのがあるみたいなんですけども、戦国船とかって高瀬船とかね、こういうのがあってかなり賑やかだった町だっていうのを歩いてるとね、資料がこう読むような感じで看板というかね、そういうのがあってそこで読みました。元祖夫婦焼きオリンピック、玉すま名物なんですね。ちょっと後で買ってみたいと思います。商店街はかなりレトロで、名物さんだったり、次行くとコンピラ神社があるんですかね。なんか石の柱、石の火が立ってたりしますね。戻りましょうかね。屋根がね、なかなかまたいいんですよね。
白壁の家が結構立ち並んでて、こことかなんかリフォームかなんかしてるんですかね。ここはお茶屋さんだったよね。ちょっとここ渡らせてもらいましょうかね。羽黒神社。玉島発祥の地。ビルのところに移りましたよ。あ、違いますね。なんか場所が移動しますよって案内ですね。タテソース醤油、看板がなかなか味のある看板ですよね。猟犬会館。あとこっち蕎麦屋さん、支度中みたいですね。やっぱりあ、でものれん出てますね。今まで時短営業する感じなんですかね。テイクアウトできます。
ではね、この精神町の商店街の入り口を映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ではありがとうございました。